皆さんこんにちは。今回はスタートダッシュステップアップオーダーっていうゲーム開始から72時間以内にしか引けないオーダーがあるんですけど、それ始めたての人に本当におすすめで、まあ、ちょっと前までこういうやつだったんですけど、リニューアルしてこういうやつになったんで、本当に良心的になって、これが本当のスタートダッシュかみたいな感じがしたので、ちょっとこれについて喋っていこうかと思うんですけど、これゲーム開始から72時間以内っていうのは、まあ、1日24時間だから、まあ、24×3 で72なんで、始めてから3日以内ですね。3日以内にこれが引けると。で、この始めてから3日以内ならもう何回でも引けるんで、何周でもできるんで、引く回数制限とかがないんで、本当に始めたらね、何周でも引くことをおすすめします。よほど本当にガチで課金しまくっててかぶったとかじゃなければ。まあそんな始めたてでめちゃくちゃ課金したっていう人あんまり聞いたことがないんで、ちょっとよくわかんないんですけどね。まあ大体ストーリーが終わって周回始まってから必要になったというか、必要性を感じて課金したっていう人とか、まああとはストーリーやっぱスムーズに進めたいから、まあ、課金するっていう人もね、まあいるかもしんないんですけど、このスタートダッシュステップアップオーダーちょっと似たようなのでね、スタートダッシュオーダーっていうのもあるんですよ。まあ、始めると今どっちも引けるんですが、こちらは72時間以内っていう制限がなくて、まあいつでも引けると。まあその代わりこのお一人様1回限りなんで、1回引いたら終わりなんですが、まあ、これもいいスキルがちらほらあるんですけど、まあ、これはまあいつでも引けるし、一回引いて終わりなんですが、まあ、これね、いっぱい引けるんで、で、このリニューアルされたやつって何がいいかっていうと、やっぱりほとんど外れがないと。で、まあやろうと思えば、このステップ1のアルカナジム250個で引くやつ、これでまあリセマラできなくもない感じですね。まあいろいろありますが、ステップ1にも確定枠があるんで、まあこの中からいいの出たらそれで始めるってものもいいし、まあ正直これいっぱい引くんだったらリセマラいらないんじゃねっていうぐらいで、本当にリセマラ必要ないって言いたいぐらい結構良くて、でステップ1、2ってこれ少ないジェムで星4確定が引けるんですよ。この250ジェムで星41枚確定って本当にお得どころじゃない騒ぎで、ステップ2ですらマジでお得どころじゃない。本当に普通1250ジェムステップ1で星4確定とかないので、引いて頑張って確定枠まで行ってって感じなんですけど、ステップ5に行ったらね、キリトの星4が2枚確定なんで、でやっぱこのリニューアル前のやつはちょっと微妙だったんですが、このステップ3で勇気1枚、ステップ4でアスナ1枚、ステップ5でキリト2枚っていうのが結構いいやつ多いんですよね。ステップ3の勇気だと、例えばこういう彦星勇気ってやつ、これ始めたての人にすごく良くて、まあ常設イベントで手に入る双剣士の記憶ユージオっていうスキルをね、装着するとすごくいいんで、まあこれもね、ちょっとね、あの回復効果ではあるんですが、まあモブ狩りとかも使えなくはないって感じで、まあないよりはいいなっていう感じだし、まあ土属性、その残土が弱点のそのレイドボスとか大きいボス来た時にまあ使えなくもないし、まあいろいろね、こういうのね、本当にあって損はないみたいなのがいっぱい入ってる。これもすごくいいし、どんどん引いてっていいと思います。ステップ4のアスナも本当にいいスキルばっかりで、まあコネクトとかちらほらあるんですけど、まあコネクトって始めたての人に言っても分かんないかもしれないけど、まあモッドスキルっていうのが、まあ今その火力として一番強いスキルなんですよね。そういうやつに何かを装着して使うっていうのが一番強くて、まあその装着する素材みたいなやつもね、あちらほらあったりして、まあこういうやつとかもね。でステップ5になると、まあ、キリト2枚って書いてあるけど、これ結構ね、いいスキルばっかりなんですよ。まあ、さっき言ったようにこういうモッドスキルってやつ、ここ装着可能って書いてあるじゃないですか、モッドスロットって。でこういうやつが強いのでいいし、でいくらモッドスキルいっぱいあっても、覚醒スキルっていうのがないとそんなに強くなかったりするんですけど、
まあいろいろあるんですよね、こういう片手直拳の覚醒スキルとか。あのこれですね、これもねすごくいいし、まあとにかくあって損はないスキルばっかりなんですよ。外れが本当にないなっていう感じがしますね。でまあモッドばっかり入ってるモッドステップアップオーダーっていうのが、まあいつ開催されるかわかんないんですけど、本当に稀に、まあ、たまに来るんですけど、それ引くより始めたての人このオーダー引いた方がいいんじゃないかっていうぐらい本当に良心的で、まあ例えばこういう期間限定のオーダー、まあ、この動画撮ってる時点だとこれが来てるんですけど、まあこういうオーダーでこのパワーアライズ3って書いてあるやつですね、こういうのを狙って引いた後にひたすらこれを回しまくる、もうできる限り引くみたいな感じで、もうできるところまでジェム取っていくっていう感じでゲーム進めていくといいんじゃないかって思うんですけど、まあ本当に最強を目指すんだったらこういう覚醒スキル、なんか覚醒効果っていうのがこういうのついてるんですけど、まあこういうのを引いてからスタートダッシュステップアップオーダーいっぱい引いてっていうのがマジでよくて、まあそうじゃなくても最悪もうリセマラなしで始めて、もうとにかく引きまくるっていうのでもまあいいって言えばいいし、でも本当にやっぱ全力でやるんだったらこれ引いてから、そうさっきのスタートダッシュステップアップオーダー引くことで超高スタートを切ることができるんではないでしょうか。で多分ですけど、そのこれから始める人ってなんかその上級者向けスキルとそのビギナー向けスキルってなんか違うんじゃないかみたいな思ってる人いるかと思うんですけど、まあ俺最近思うんですけど、まあなあるといえばあるなって感じがしますね。このさっき言ったこういう片手直拳のモッドスキル、最初はあの少ない必須スキルで高い威力を出せるんで、これマジ強い最強じゃんって思いやすいんですけど、上の層に行くにつれて本当にこれが通用しなくなってきます。まあ属性耐性とかいろいろそういうものがあるんですけど、まあ、こういうその土属性以外の片手直拳のモッドスキルがビギナー向けっていう感じがしますね。こういう土属性のやつだとこの回復効果があるんですよ。回復効果がある分その火力出すような効果が一つ分くらいついてなくて、まあ、それがちょっとまあ威力劣るなっていう感じがするんですけど、まあこれは全体攻撃でモブ狩りしやすいっていう利点があるんで、そういう片手直拳のモッドスキルっていうやつがまあビギナー向けって感じがしますね。やっぱりその始めたてだとその あの課金しジェムをゲーム内で取るためにイベントとかいっぱい周回すると思うんで、やっぱイベント周回とかにすごくいいし、でやっぱ上級者向けっていうと本当にやっぱ強くて課金してる人、いろいろスキル集まってる人なら強いっていう、その片手直拳以外のモッドスキルですね。今の環境で言うと弓とか斧が一番強いと思うんですけど、まあ、もしかしたらね他の武器種のが強くなるっていうこともあるかもしれないですけど、そこはちょっと俺もそこまで上級者じゃないんでわかんないんですが、そこまでいっぱい課金してないし、まあ、とにかく片手直拳以外のモッドスキルがやっぱ上級者向けって感じはします。まあスキル揃ってれば別にあの上級者じゃなくても全然使っていいです。もちろん全然なんでもいいです。もうゲームなんで正直自由です。自分のやりたいようにやるのが一番なんで、まあ、ただやっぱり始めたてだとその片手直拳のモッドスキルっていうのが使いやすいよとは思いますね。そう、以上でこのスタートダッシュステップアップオーダーが超良心的になりましたよっていう話を終わりにしようかと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると本当に嬉しいです。ではまた。